普通にギフトってこと？わ からんけど 普通に1円のギフトなんだ。あ、1円なのにこんな大きく表示されるよ。1円タワーだよってこと？ なんじゃそりゃ。パンダ。それっぽいテロップにしとこう。昨日会えて嬉しかったって。ありがとう。もらえるのは AKB グループの上位3人。なんなんそれ。なんなんそれ。もらえるわけではないってこと。なんでそりゃ。謎だ。めちゃめちゃタワーが飛んできとる感じの演出ってことね。周りのやつは何なんや。周りのやつはホワイトデーかな。ポイント達成じゃなくて上位3人ってさ、しかもフォーティエイトグループの上位3人ってさ、今までのさ、何万ポイントとかよりさ、上限、難しく、上限というか、難しくなったってことか。なんだそら。投げてくださってる皆様ありがとうございます。ちょっともう何が何だか分からん。カズマさん、クマ、ありがとうございます。あさこさん、いつもありがとう。ありがとう。ね、そんなんだったらみんなはね、そんなギフト投げずに直接焼肉をおごってあげたいよね、おしめに。みんなからしたら。直接おごってあげたいよな、そんな。グミの新入社員。これリピートしました。さけるグミ。リンゴ味しかおらんのよね、なんか。コンビニにないだけかな。ブドウとかが食べたいのに。リンゴしかコンビニにはない。忍者飯。忍者飯は美味しい。これの梅、かつお梅みたいなやつも好きなんやけどね。で、シゲキックスの違う味見つけたけん買った。そうだ。でもまだ、ぶどうとレモンもう、ある。家にまだある。けど、ソーダを見つけてけんかった。あと、コロロを買いたいのに、コロロはね、なかなか売ってない。パンダ。パンダ1円。1円パンダたくさん。ありがとうございます。1円パンダ。果たしてこのソーダ味はどれぐらい酸っぱいものなのか。
これやばい。だって、劇って書いてあるもん。目覚める酸っぱさ。もう慣れたよ。やば。やば。グミをパンに乗せて焼いたらうまいって誰か言ってた。なんやそや。花火師さんたくさんありがとうございますね。これ美味しい。うん、さ、酸っぱさにはね、強い気がするんよね。田中美穂とかがシゲキックスめっちゃ酸っぱがりよったけど、さらそこまで、やけん。田中美穂が酸っぱさに弱いのか、さらが強いのか、わからんけど。辛さにも強いし、酸っぱさにも強い気がする。これは結構な酸っぱさですね。でき？甘さは強くないね。甘さは甘すぎるとダメなので、まあ、それ食べれんわけじゃなくて好まないだけなんですけど、はい、最初だけだよねこれ酸っぱいのって。周りのコーティングされとる部分っていうか、周りが酸っぱいだけで、グミ本体は別にグミだから。別に大丈夫。最初だけ。美味しさは優しさ。これはね、グミというより新しい味。シゲキックス食べて、あ、食べすぎて舌が荒れたことある。そんなにどんだけ食べたの。忍者飯は忍者、現代忍者たちの小腹満たし。なんじゃそりゃ。これはハードグミだね。これ
ない。これはさ、食感が好き。あ、ほんとね。あれ？コーラってこんな味だったっけ？小腹見たしにちょうどいい。パンダ皆さんありがとうございます。たくさん冷静なのになったら、あ、イヤホンつけとるけどね。でこれはなんか周りがパキってなるんですよ。そうさ、ちょっとね、コレクション癖があるんですよ、多分。収集癖？そう、多分収集癖が昔からあって、グッズとかも買うってなったらめっちゃ買うし、そう。そう、多分ね、なんかにハマったら、そのものを収集してしまう。収集癖があるので、今はグミコレクション。じゃがりこはね、コレクションしようと思ってもコレクションできないんですよね。食べてしまうから。食べてしまう。あ、七並べもね、やりよったけど、七並べは一回忙しくなった時に100位以内入れんくて、その100位以内のカードもらえんくて、でそれでもう嫌になった。一個崩れると嫌になるっていうあれもあるんですよ。それはまあ収集だけではなく何事もなんですけどね。ちょっと完璧主義が入っているので。わかりますか？あれ、七並べに関してはあれが好きやったんよね。あの、大きくなる、頑張って覚醒させたら、よりになるっていうのが好きで、全部をよりにさせたくて頑張ってたんですけど、なんか頑張って、やってもよりにならんくなったりさ、もともとよりだったりになったじゃないですか。それはちょっと嫌で、だったらもういいやってなっちゃったんですよね。久々にガチャ引いてみようか。94万あるから。うん。1枚出ましたね。あ、でもこれ持ってるやつか。なんかこの皿めっちゃ笑ってるんやけど。絶対これ、なんかで笑っ、なんかさ、喋りながら笑っとった時の笑い方なんだよ、この顔は。絶対そんなカメラに向けて笑った。笑い方の顔じゃない、これは。なんか、覚えてないけど、なんか笑っとったんやろうね、この時。絶対、不意に撮られたその笑いな気がする。これは普通に見て、そう、98万ある。今、なんかで増えたよ。あれですよ。あの、TGC イベントの時とかにめっちゃやっとったけん。そう、めちゃめちゃやっとったけん、たまっただけで、コインが。
タンポポ。今回タンポポだな。なんでこんなに持ってないんや。シーズン21って何？シーズン21、今回のやつ。え、でもなんでさ、こんな持ってないんや。がっぽり抜けとる。何がないんやね。こういうのって本当にね、出ないんですよね。同じ人ばっか出る。あ、タンポポ制服のURとシークレットが出たらいいってこと？でもなんか全然ないんやけど。先月とかのやつかな？なんかスカスカ。まあいいや。スカスカです。1円タワーランキング5位。嘘嘘、そんなに言っているの？皆さんありがとうございます、パンダ。パンダ。1円パンダ。1円パンダ。花火師さんたくさん。ありがとうございます。もし1円タワーで本当にタワーになった人とかいたら自分から言ってくださいね。さすがにこれは、自分で私が見て判断することはできない。できかねる。自分の UR かシークレットが出るまで引きたいんですけど、全然出ないですね。なんかソナさんがめっちゃ出るんやけど。なんで？あ、先月1月4月引いてなかったんかな、さら。気づいたらなんか、2月って気づいたら終わっとったじゃん。やけん、引いてなかったかもしれん、もしかしたら。無理だこれ、出らん、マジで出らんわ、無理だ、出ませんね、同じ人ばっか出る。七並べに勝つコツは先を見ることです。先を見ることと、そう、今を見ない。先を見ることと、マジで出らん。ずる賢くなることです。出らんやないかーい。もうずーっとね、押し寄るんやけど、そもそも自分のカードが出らん。まあそうよね、だって UR とシークレットだけやけんさ、欲しいのは。それは確率的に低いよね。まあでもコインがいっぱいあるから。富豪の遊びです。推し面変えてやってみてもね、ダメだった。全然出やん。だってほら、もうこんな感じでさ、出るメンバーのに関しては揃い始めたもん。ね、そうだね。生誕カードもなくなったよね。全然出らん。いや、そう、南さんは普通に上の方やけん押しただけで、それでもこんなに出る。あ、ほら。もう4枚とか。同じ人ばっかり出る傾向がある。
アイコも4枚あるし、アヤパンも4枚あるし、高尾さやかも4枚あるし、なんか4枚ある人が多い。サラは普通にあのタンポポのやつがなかなか出ないんですかね。シーズン21って何？本当に。だってさ、ここにさ、あれが入るやん。あれとあれが入るわけじゃん、ここに。今回のそのタンポポ衣装の UR とシークレットが出るわけじゃん。ここは何なん？ここは。サラが先月やってなかったってこと？いや、でも、しかもさ、サラ、いつもさ、毎月さ、注目のカードのとこにおるのに出らんのよね。おかしいよね。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。浴衣？え、浴衣？違う。え、違うよ。だって浴衣は浴衣であるもん。浴衣はここあって、ここがない。で、今のタンポポはここじゃん。あ、じゃあ今空いとるだけ？いや、浴衣はあるんだって。浴衣はあるんだって。あ、全空き？あ、じゃあ空いとるだけなんか、今。あ、初期の頃はね、ちゃんと、頑張って覚醒させて、寄りにしてたんですよ。頑張ってたんですけどね、頑張ってる、結構ずっと頑張ってる。で、ここで抜けたい。これが一押しガチャがなくて出らんくて、で、まあその後もちゃんと頑張ってやってたんですよ。でも、ちょこちょこ、もうこれも温泉のやつもなんか一枚出らんくてとか、なんかそういう、ね。バレンタイン？そんなやつが、あ、じゃあさ、それ引いてないんだね。じゃあ2月全然やってなかったんかもしれん。そういうことだ。だって気づいたら2月終わっとったもん。気づいたら終わってたから。154分の137。うん。だね。確かにさ、自分でツイートしとったね。千代さんと私のゴスロリーとか言って。それ引いてなかったんか。気づいたら2月終わっとった。そういうことか。確かにね。はい、確かに。そういうことね。はいはい、足がしびれた。ああ、足がしびれた。足がしびれた時って結構、辛いよね。そういうことか。まあ仕方がねえ。仕方がねえ。もう90万になってしまったからやめようかな。お？もう持っとるやつか。持っとるやつだった。やーめた。やーめた。パンダね、パンダパンダ、いっぱいパンダありがとうございます、パンダパンダ。パ
パンダパンダパンダ。パンダパンダパンダ。いや別に押しガチャまで待っていいと思うけど、そらコインが有り余ってたから、今遊んでみた。まだ90万あるから。イベントでね、めっちゃ、もう1ヶ月に、もう本当に、あのね、死ぬほどやったら、本当に死ぬほどやったら、あれなんですよ。本当に死ぬほどやれば、それぐらい貯まる。まあメンバーはね、もともともらえるポイント、コインの数量、もらえるあれが多いっていうのもあるけど。でも本当にもう死ぬほどやってた時のやつで、言うともらえないね。けます、よろしくお願いします。イベントもないね最近。さあ、お腹鳴らせるって言ったことあるっけ？そう、高尾さやかの特技奪えるんです。今はならんか。今はならんか。七ならで、間違えた。なんだっけ、なんかでやったことあるよ。あ、クラコンかなんかでやったこと違う。なかなかなんかでやったことある気がする。イカ釣りの人が鳴らせるんじゃないあれって。わかんない。確か。違うかな。でもさ、小学生の頃から鳴らせる。あれ。そう、小学校、小学生の頃。からなるって普通に世の中っていうか人類みんななるものだと思っとった。さ、ひどい時本当にね、もうめっちゃあれもゴボゴボゴボみたいな。イカ釣りの人かな、分からんけど、なんか、なる人。なるあれがあると思う。そう、お腹の音よりね、前髪だったんで、あれなんですけど。こっちがテレビでこの前やったやつは、こっち側には聞こえてないけん、分からん。聞こえんかった。テレビのあの音声には拾ってると思うけど、スタジオで皿側には聞こえんかった。そう、お腹膨らましたりへこませたりしたらなるんよね。小学生の頃からできる。気持ち悪いって言われよった。気持ち悪いって、あの、友達とかに聞かれてました。みんながなると思ってたら。原因やったら。気持ち悪いって小学生の子言われたことある。ゴボゴボゴボってなる。なんか鳴らそうと思わなくてもたまになってしまうときあるし、やけど、鳴らそうと思って鳴らすこともできるし、みたいな感じ。
ね、チョウさんのラギオ言葉は、あれならあるよ。バビ語。バビ語というものなら。チョウさんのやつはラギオ言葉を、ラ行を間に入れるみたいなやつやけど、一時期バビ語ってやつも流行ったんですよ。名前の間に、名前とかそういうなんかの間に、言葉の間に、バビブベボを入れる。チョウさんはラリルレロやったけど、昔はバビブベボがあって、さら言えるよ。自己紹介ならできる。呼びしびダバサバラバー。呼びしびダバサバ、呼びしびダバサバラバー。デビスブー。呼びしびダバサバラバー。デベスブ。そう、これは、小学生の頃、それも小学生の頃、が一時期流行って、みんなやっとってけん、その自分の名前は言えるだけで。でも別にもう覚えてないけんさ、もうその、あれ、なんていうの、これに関してはもう覚えただけ。そう、呼びしびダバサバラバデベスブってやつは、これはもう、覚えとっただけやけん。もう記憶しとるけん言えるだけで、普通にどっかで言える、なんてやろ。普通の言葉で言おうと思ったらそんな言えないって感じ。確かにみんなの特技にできる。わばたばしび、わばたばしびわばー。わたばしびわばぐぶみびみびはばまばつぶてべまばすぶなんて言ったでしょわたばしびわば、ぐぶびび、にび、はま、はばまば、つぶてべ、まばすぶ。バビゴ。頭の回転、ああ、そういうことなのかな。でも多分これを早く入れたら、聞き取れ、と思うけど、でもこのゆっくり言ったら誰でも聞き取れると思う、普通に。だって、バビブベボ以外を聞き取ればいいけんさ、簡単じゃん。私はグミにハマっていますって言った。呼びしびダバサバラバー。これぐらい早く言えばね、多分、え？ってなる。呼びしびダバサバラバーデベースブー。キビヨボウブーババーレベスブーレベツスレベツブースブンブニビイビイビツブてべ、きびまば、しびたば。パンダいっぱいありがとうございます。確かに、韓国語系に聞こえるよね。なんか、日本語じゃない何かに聞こえてくるよね。私は今日はレッスンに行ってきましたって言った。あ、聞き取るの簡単よ。こんぐらいゆっくりやったら。言う方が全然難しい。おぼしい。歌おうと思ったら歌えるんかな。ガバンブーバーパレティってうと、
頑張ろう。ガバンブー、ガバンブー。ババー、レベツブー、デベコト、コボトボ、タバー。コボレイベー、ビジョー、イビジビョー、イビ、無理だ。頑張れべ、頑張れてごるば。歌えたら、でも歌うってなったら、その一定のさ、その間に、それだけ全部入れんといけんけんさ。バビブベポの分言わんといかんけん、2倍速で歌えんといかんけん、なかなか難しい。ほら、ビリ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 ボロボロボロボリ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 頑張ればいける。それももう暗記してしまえばいける。その場でさ、じゃあなんとかなんとかって言われたら、それは難しいかもしれないけど。血の味がした今。ヘッドホン姿が可愛くてきました。ヘッドホン姿ね、スイッチ欲しいな。いやでもね、多分家にあったらいらんのよねっていう気もしなくもないよね。家にあったらするかっていう問題があるんですよ。何もないね。ミュージック。スイッチ。トゥ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 。今日ぐらい許してほしい。とりあえずポップで逃げ出したい。現実から遠く目をそらしたい。いいことがなくて失点抜刀でそれないぜ。今日ぐらい許してほしい。そう、ゲームさらそんなせんけんね。そうなんよ。最初だけかな。いやでもね、Wii とか、それはどうだろう。Wii とかの頃はめっちゃやっとったんやけど。任天堂スイッチ。してバトルそういうのに全今日ぐらい許してほしい。別に買ってもいいけど使うかっていう問題なんですよね。ずっとずっと何やまないね。ミュージック。3万円。意外とそんな感じなの。もっとするかと思っとった。マリオか。そう、マリオをやりたいんよ、サラは。そう、やるとしたら。パンサイト怒られないよ。何も言われないよ、全然。別に。だって別にね、無許可で人の歌歌ったとかじゃないし。そう。いや、さあ、テレビにつなげてやりたい。買うなら、テレビにつなげれるやつを。Wii は持ってたんですけどね。
ゲームソフト。そう、Wii スポーツとか、なんかあの、Wii U? なんだっけ?なんかあの、台に乗るやつとかも、やっとったりしたんや。台に乗ってやるやつとか、あとなんやっけ?あの、なんかさ、なんか、パンパンみたいな、あ、ボクシングとか、あとな、なんかそういうさ、Wii スポーツ Wii スポーツみたいなやつがあって、そう、それとかもやりよったんよね。そう、ちっちゃい頃はね、そういうゲームはやってたんですよ。ただもう、DS、Wii まではやったけど、スイッチからはやってないって感じ。そうそう。マリオカートをやりたい。でもなんか、あれの方がやりやすかったな。Wii の、あの、リモコンをはめて、こう、輪っかっていうか、普通にあの、運転のやつがあって、こうやってやってたんですよ。こうやって動かしたら、こう、慣れる、ハンドル形式の、やつがあって、それをね、私は、小学生の頃、友達とかが家に来て、みんなで、マリオカート、そうやったりしてたんですよ。懐かしい。そう、あれがね、楽しかったよね。うん、これ、懐かしすぎる。これやっとった。そう、このハンドルなくてもやれるんやけど、ハンドルがあった方がやりやすくて。懐かしいとか、普通にリモコンだけで、あれをやっとった。マリオのカートじゃなくて普通のマリオ。トゥルトゥトゥルトゥ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 ルルルトゥ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 。そう。やってましたね。懐かしいや。プレステはやったことない。パーティープレイって言うんやったっけ?そう、マリオめっちゃやりよった。だからユニバでテレサしてたんだ。どういうこと?キャラクター割と知っとる?え?あ、あとあれも好き。ぷよぷよ?ぷよぷよ?テトリス?ぷよぷよテトリスは好きなんや。そう、それも好き。今日前髪違いますね。今日は鉄壁ではございません。頭脳系、ああ、頭脳系。そういうことなんかな?わからんけど。今めっちゃやりたい。それ。今めっちゃゲームやりたいかも。はい、ただ。無益の家に行くしかないかな。無益の家に行くしかない。でもこうやってやりたいなって思った時にやれるのがいいなって思った。自分の家にあったらさ。なんだっけ、動物の森はね、やったことあるよ。
DS 時代にね。でももうスイッチになってからやってない。あの、自粛期間に流行った時にはもうやってないです。ちっちゃくはないよ。テトリス、確かにゲームアプリ携帯入れたらいいんか。さ、ゲーム、七並べしか入ってないよね。七並べとドボンしか入ってないんですよ。スマホであるん？マジ？さっきからね、ずっとお腹ちょこちょこなりよる。今待って、今めっちゃ鳴らせるかも。あ、鳴らんか。あ、ほら、そう、お腹の鳴らせ、鳴るんよ。あ、鳴るこれやったら多分、引かれるわってぐらい鳴るわ。聞こえるんかな、このイヤホンつけとって聞こえるんかな。鳴らせれるんですよね。引かれるかな、みんなに。みんな引いちゃう？え、さ、オチより鳴る自信あるよね。今が鳴るよ。あの、引かないですか皆さん。これは別に私のお腹が鳴らしてるだけで。引かないなら、テレビでやったけん大丈夫か。いや、鳴るよ。鳴らせます。ちょっと。引く人は聞かないでください。10秒ぐらい配信閉じてください。鳴らせます。いきます。高尾さやかの特技奪えます。いきます。ほら、鳴らせるんよ。お腹を出したら鳴るんよ。鳴るんですよ。実は鳴るんです。これ、イカ水の人が鳴るかわからんだよね。わからんけど。そう、これぐらい鳴るんですよ。生々しいでしょ。これを小学生の頃とかにもなんかお腹出したら鳴ったりして、しかもこれって普通に呼吸するぐらいのあのお腹のちょっとお腹をちょっと出しただけで鳴ったりして、最近本当になりたくなくてもそうテスト中とかになったりとかするぐらいのあれなんですよ。今は鳴らそうと思ってお腹を出したら鳴るんやけどね。いきます。なるんですよ、これぐらいは。これは小学生の頃からなります。なので私は特技を奪おうと思えば、奪おうとすれば奪えます。そうですよ。あ、そんな話をしていたら高尾さやかから連絡が来ていた。高尾さやかに送ろう。君の特技を奪う練習中って送っといた。全然関係ない違う話で連絡が来とったんやけど、送っておいた。でもね、これあんまりやりすぎると、あの、なんか体調悪くなるんですよ。やばってきた。今めっちゃ鳴る。今めっちゃ鳴るわ。
負けたわってきた。おもろ。いや、なんか、いや、でもお腹がいっぱいで、もうお腹がパンパンですみたいな、お腹いっぱいですみたいな時はならん。多少お腹空いてないとならないです、これは。そう。多少お腹が空いてないとならん。それは事実。最近不意になったりするよ。不意になります。不意にならせる。でもイヤホンつけとったらさ、なんかこの辺の音しか聞こえんのかなと思ったけど、意外と拾うんだね、音。そうなので、まあ配信中に。でもサラはまあ基本、そんな、まあまあまあ、そうね。配信中になったりするかもしれないですけど、そういう時は大体、あの別に無視してます。いちいち触れてません。ごぼって。リアルでき、お腹すいとったら鳴らせれるよ。多少ね。多少お腹がすいとったら鳴らすことはできるけど、すいてなかったら鳴らせれないので。そんななんか、お腹すい、め、うん、そんなお腹常にすいてますっていうタイプではない。ああ、なる、食べとるけさ。鳴らすためにはちょっと多少の空腹でおらんといかんかもしれん。レッツポップなビートで逃げ出したい。現実から遠く目をそらしたい。視線バットでそれないぜ。あの、ビートで逃避はめっちゃ普通に好きで、歌が普通にね、好きでね、結構普通にプライベートで、自分の音楽フォルダに入れとるぐらい入れて、普通に聴くぐらい、そう好きなんですよ、あれ。とりあえずポップな。踊ってない。多分踊ったのは今日公開されたあの二人だけだと思う。踊ってないです。逃げ出したい。現実から遠く目をそらしたい。てじゃん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 。今日ぐらい許してほしい。何言わないね。ミュージック。すごいね、あの声出せる。ミュージック。普通にね、あれサブスクにあるんですよ、やけん。めっちゃ。普通にめっちゃ聞いたりしてた。天罰とは別れないぜ。今日ぐらい許してほしい。とりあえず、うん、何やまないのミュージック。何分から配信始まったっけ？何分から始めたっけ？
ミニミニか。ゾロ目。たまたまです。気にしとったわけじゃない。本当にたまたまやったら、その時間だったんだね、じゃあ。そう、ストーリーにも載せたんですけど、アザージャケットサイン会のね、申し込み受付中ですので、開催日は16日です。開催日は16日の18時からかな。15日がね、発売日で、その発売日の次の日の16日に、アザージャケットサイン会やりますのでね、ぜひ、ゲットしてください。みんなからのメッセージみたいなのを多分申し込めるんですよ。で、それで、それに対して、それをこっちが読めるっていうあれなので、そう。まあ、変なね、メッセージ書いちゃうと、スタッフさんに黄色線引かれるので、黄色線引かれたら読まれないので、お気をつけくださいまし。ね、本当にイベントたくさんですね、今月は。今月は本当にイベントがたくさん。1月2月はね、あんまりイベントなかったけん。そう考えたらめっちゃ、今月は、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ、ありますね。あさっては、クックパッドライブがありまして、クックパッドライブは、まあ、ね、当たってない人、外れちゃった人でも、配信は見れると思うので、クックパッドのね、アプリを入れて見ていただいて。で、まだちょっと。で、12がお話し会がありまして、15日がリリーベ、ラゾーナ、川崎で、リリーベがありまして、で、16日はそのジャケがあるので、ジャケをぜひよろしくお願いします。で、18日は竹芝ポートフェスティバルですね。があります。チャートリ課外活動公演。東京編。で、24日、24日が NIG フェス。ニグフェスみたいなやつ。わからんけど。があります。で、その次の日はリアルお話し会の幕張がありまして。で、28日、あ、間違えた。なんでもないです。で、そしたら4月はね、もう毎週末いろ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 ありますから。公演、4月公演があるかは知らないですけど、なんでも、瀬戸内巡り、岡山といい、お話し会といい、6周年コンサートといいありね、もう本当にいろ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 、ありますので。そうそう。アイドルの聖地なの？ラゾーナって。そうなの？何作るのかなって。知らなーい。知らなーい。マーラーネギ塩唐揚げって出てる？知らんのやけど。知らないんだけど。聞いてないよ、そんな。台本来てないからね、まだ。知らないんだけど。知らんのだが、だがだがだが。まあ、皿ピリリご飯なんで。多分辛いやつなんですかね。これからずっと。ずっとピリピリ系なんかな。そしたらもう、みんな辛いのを食べれん人来れんくなってしまうじゃん。マジ？それはもう作るの楽しみ超えて食べるの楽しみなんだから。ほんとだ。でも唐揚げ作るの初めて。ほんとだ。マーラーネギ塩。
超楽しみ。超楽しみです。楽しみー。でもこれはさ、つける系やけん、辛いの食べる人はつけんかったらいい。その、もともと、しみじみになってますってやつじゃないけど、多分大丈夫だよ。そんな辛くないよ。ピリリご飯だから、そんな。もう、ビリビリご飯なら辛いかもしれんけど、ピリリだから大丈夫だよ。大丈夫さ。何やまないね。ミュージック。よいしょ。じゃあ今日はそろそろランキング読もうかな。ピリリご飯。毎回ピリリ系ならいいな。キムチチャーハンとかね。キムチぐらいだったら全然別に、ね、いけるでしょ。それで、まあ、サラの、まあでも辛いの苦手やった人の、もう、サラピのクックパッド、サラピリリご飯を、に行くようになって、辛いもの食べれるようになりました。辛いもの好きになりましたっていう人が出てくるかもしれないので、辛いもの宗教に入れないと。辛いもの派閥に入れないと。それぐらいかな今日のお知らせは。最近はいろいろなお知らせがいっぱいありますので良いですね。いで、それではランキング見たいと思います。48ココホール3、24位タネさん、13位タケオさん、12位クロイウィンナーさん、11位 MJ さん、10位ホーコさん、9位ターさん、8位リュウイチさん、7位ピレスさん、6位アサカさん、5位ナラブさん、4位カズマさん、3位ユウちゃん、2位赤色サンタさん、1位花火師さん、ありがとうございました。パンダ1円。1円のパンダたくさんありがとうございます。1円のパンダたくさんありがとうございます。それでは本日もありがとうございました。本日もありがとうございました。では、終わりたいと思います。バイバーイ。あ、やば、お腹鳴った。バイバイ。